はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますが、こちら筋肉マンなんですよね。うん、めっちゃ久しぶりに筋肉マンのフィギュアっていうのかな、まあ、何かっていうのをね、うん、ちょっとこの箱からじゃわからないんで、まあ箱はこんな感じですね。うん、で13,200円します。税込みで、まあ平たく言えばソフビですね。うん、ソフビでキャラクターはね、ちょっとこれだとね、真っ黒で何が何やらわからないでしょう。はい、なのでもう箱から取り出してみたいと思います。はい、こんな感じでね、ブリスターに入ってます。はい、二重になってるな。よ、はい、こんな感じで入ってますね。まあ大体もうこの状態で分かりますが、はい、では早速ねこのビニールからも取り出してみましょう。はい、じゃじゃんとね、出ました、悪魔将軍。めっちゃかっこいい。なんだこれは。ソフビなんでめっちゃ軽いんですよ。うん、めっちゃ軽いんですけど、塗装がすごいな。綺麗に塗装されてる。うわ、めっちゃかっこいいわ。悪魔将軍ね、大好きな超人の、一人なんですけれどもね。いや、これめっちゃかっこいい。黒に銀っていうね、うん、すごいな。配色がね、マジでかっこいいわこれ。うわ、すご、まあ、ディフォルメしてあるんでね、うん、それでもこのかっこよさ。元はね、悪魔将軍はねこういうカラーリングではないんですが、こちらは原作漆黒バージョンということでね、特殊なカラーリングとなっております。いや、めっちゃかっこいい。いや、いいね。で、足裏にはゆで卵って入ってますね。で、ここに、販売元のサイクロン錠。いやー、すごい。うん、かっけー。はい、といった感じでね、まあ、今回はねめっちゃ短いですが、こちらの筋肉マン、久しぶりにねちょっと筋肉マンを購入したんで、ちょっとご紹介させていただきました。まあね、アニメも、新規で始まるみたいなんでね、また人気が再燃すると思います。で、そうなるとね、グッズも続々と出てくると思いますんでね、うん、楽しみです。では最後はね、いつも通り背景を変えて回転させてお別れしたいと思います。ではこの機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
ヤマト魂が守ってくれるさ。